大人の不思議。大人って不思議。僕がかけっこでビリになって悔しがっているのに、お母さんはニコニコしながら泣いている。僕の誕生日にはお父さんは大きくなってくれてありがとうとお礼を言ってくる。元気よく詩を読んでくれたのは小学2年生の末永陸斗くん。タイトルは大人の不思議です。不思議がいっぱい。去年の夏休みに行われたコンクールでおよそ1600の応募の中から最優秀賞に選ばれました。びっくりしたけど嬉しかった。泣くときは悔しいときや悲しいときに泣くけど、大人は嬉しいときに泣く。大人の不思議がたくさんあったので書こうと思います。不思議って何から始まりました。作文だったり宿題で絵日記とかが出るんですけど、実は苦手ですごく時間がかかるんですよね。毎回国語は多分本人苦手だと思います。何日も何日もやりました。難しかった。難しかった。すごいと思った。だってなかなかさ、なれんけ。すごい。このコンクールを主催しているのはサイブガスグループです。こちらは今年応募いただいた作品です。自然や生活の中で感じたことを詩にすることで想像力を高めるきっかけになればと、毎年夏休み中の小学生に作品を募集しています。最優秀賞に選んだ理由は、末永陸斗さんからご家族へ、ご家族から陸斗さんへの温かい眼差しが感じられて、それがこう作品からにじみ出てきて、とてもよく表現されていると、とても温かい作品ですねというふうに好評をいただきました。外で友達と遊ぶことが大好きな陸斗くんは6人家族。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、そして妹のゆいなちゃんと暮らしています。家族のみんなとおしゃべりする気が楽しい。妹ちゃんとは仲どう？悪い。仲悪いの？外にいるときは仲良しだけど、家の中にいたらもう殴り合い、蹴り合いになる。僕が本気で妹と喧嘩をして怒っているのに、僕たちの喧嘩を見ながらおじいちゃんはニコニコしている。子供からしたら全てがね、なんか物珍しくって、なんかそんな純粋な気持ちをね、たまにハッとさせられることはありますね。子供らしくね、のびのび成長してくれればと思います。また描きたいなとか思わない？思わない。難しかった。僕がご飯をたくさん食べただけなのに、おばあちゃんが嬉しそうな顔をする。本当に大人って不思議。僕が大人になった時、大人の不思議がわかるかな。最優秀賞を取ったのに次の詩を書かないなんてもったいないな。おじさんにはそれが不思議だったな。ねえ、いやでもね、成長の過程を言葉に刻むっていい、あっという間に大きくなりますからね。詩でも手紙でもいいから、いっぱいこう思いをね、書き溜めてほしいですね。本当に純粋さが伝わってきて、ああ本当にいい家族なんだな、ニコニコしなきゃいけないななんて思いました。泣けてくる。本当に。